10月21日の宇野塾通信をお送りしています。今日はウクライナ戦争は核戦争になりうるかの第1回目です。キューバミサイル危機から60年、世界は再び核戦争の心配をしている。今日第1回目です。60年前世界は核の大混乱を見つめていた。1962年10月、アメリカがキューバにソ連の核ミサイルを発見したことから始まったキューバミサイル危機。アメリカはキューバを封鎖し侵攻を検討した。ソ連は核兵器を撤去し、アメリカはトルコから核ミサイルを密かに撤去した。人類に滅亡を回避した。その恐ろしい時代の記憶がウクライナ戦争で蘇りつつある。ロシアのプーチン大統領は核兵器に頼る可能性があると繰り返し警告している。9月21日にはロシアの領土保全のために利用可能なすべての兵器システムを使用すると述べた。これは暗に偽の住民投票によって併合しているすべてのウクライナの土地を含む。これははったりではないとプーチンは言った。これに対してアメリカの国家安全保障顧問であるジェイク・サリバン氏は、ロシアが核兵器を使用した場合破滅的な結果を招くと厳しく警告した。米国のロビー団体軍備管理協会のダリル・キンボール氏は、世界はキューバ以来の最悪の核危機の時期に直面していると指摘する。ロシアの論者たちはこの2つの危機の間に明確な類似点を見出した。どちらもライバルが自国の目の前で拡大することによって引き起こされた不安から生じたものである。ロシア人アナリストのドミトリー・トレニンは国営放送のウェブサイト RT で、当時はキューバ、今はウクライナと書いている。しかし今回いくつかの重要な点で状況が異なっている。キューバ危機は13日間続いた。ウクライナでの戦争は200日以上経過しており、さらに数百日続く可能性がある。キューバでは核兵器そのものが問題の核心であった。ウクライナでは核兵器はロシアの国土強奪を守るための盾である。そして脅威の性質は戦場でのロシアの運命とともに変化してきた。当初欧米諸国はロシアの成功による核のエスカレーションを懸念していた。ウクライナを占領したらさらにバルト三国に進出するかもしれない。あるいはウクライナ軍に武器を供給している NATO の基地を攻撃するかもしれない。そうなると通常戦争になり核戦争にエスカレートする可能性があったということですね。今日第1日目ですけど、3日間ぐらい続きますかね。最初はあれですね、キューバ危機、60年前のキューバ危機の話ですね。それからまあ9月21日にプーチンがロシアの領土保全のために核を使うかもしれないと言ったんですね。はったりではないと言ったわけですけれども、まあアメリカと欧米がかなりそれに対して厳しい反応を示しているわけですね。で、類似点はライバルが自国の目の前まで拡大することによって引き起こされた不安から生じたものだというふうに言ってる人もいるんですが、実際には重要な点が違っているところがあって、キューバ危機は13日間だけだったって、ウクライナの戦争は20日以上経過しているし、さらに数百に続く可能性があるというところが違っていると。そしてキューバの場合は核兵器そのものが問題の核心だったりですけども、ウクライナでは核兵器はロシアの国土保全のための盾としての核を検討しているということが大きな違いだということですね。で、当初はロシアの成功によって核のエスカレーションを懸念していたわけですが、核戦争にエスカレートする可能性があったということで、今日はとりあえずそこまでで、明日以降また違った意見を、さらにこの意見を展開していきます。